東北の関ヶ原、慶長出羽合戦。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、慶長出羽合戦について紹介していこうと思います。1600年、天下分け目の大戦、関ヶ原の戦いが行われていた頃、北は東北の地で、上杉景勝 VS 最上義明、伊達政宗連合軍が戦っていました。東北の関ヶ原と呼ばれた慶長出羽合戦です。この戦いが行われた背景には、徳川家康と上杉景勝の確執がありました。一体なぜ慶長出羽合戦は起こったのでしょうか。ここからはナレーターさんに解説していただきましょう。事の発端は上杉景勝と徳川家康の対立だった。上杉景勝は豊臣政権の頃、御大老の一人に選ばれ、会津120万石に加増されるなど、秀吉と同盟関係を結んでいました。しかし秀吉の死後、天下人気取りの徳川家康と対立していきます。秀吉の葬式で上洛し、会津に戻った景勝は、城の修復や新たに家老の直江景継に命令し、高座市場の建築に取り掛かりました。しかし景勝の後に越後の大名となった堀秀治は、この築城は戦の準備をし謀反を企てているのではと家康に報告します。どの時代にも逐一報告する人物っているんですね。余計なお世話だと思いますけど。家康は景勝の本心を探ろうと上洛するよう求めますが、景勝にしてみれば天下人でもない家康からの命令になんで答えなきゃならないのくらいにしか思っていなかったのかもしれませんね。そして景勝の答えは当然ノーでした。直江兼続が徳川家康に送った直江状とは？家康から上洛を求められた景勝はこれを断固拒否。兼続に家康に宛てた書状を書かせます。これが直江状と言われる、要は家康に対する挑戦状みたいなものですね。真田丸で直江兼続を演じた村上信五さんによる直江状の現代語訳版の動画がアップされていました。真田丸は大好きな大河ドラマの一つです。この直江状がとっても長いので少しだけご紹介。謀反の噂について、大夫様、家康が不審に感じていることは残念なこと。かつて京都伏見の間でも噂が流れたので、豊臣秀次謀反、遠方の殿景勝が噂されても仕方がない。国替えで上洛し9月に帰国したばかり。そしてまた正月に上洛せよと言われたら国の統治が行えない。会津は雪国であるため10月から3月は動けない。疑うのであれば国の者に聞いてみればよい。これはほんの一部ですので、実際の直江状はまだ続きがあります。家康を挑発する内容がびっしりと書かれていますので、これに激怒した家康は会津征伐、上杉討伐へ向け挙兵するのです。会津征伐は中止、関ヶ原の戦いが始まる。直江城に激怒した家康は1600年6月、福島正則、細川忠興らを先鋒とし、上杉景勝を討つため会津に向け出陣しました。これが会津征伐、上杉討伐と言われています。しかしこの時沢山城に蟄居していた石田三成が挙兵したと知らせが入りました。家康は小山評定と言われる軍議を開き、今後の対策を検討します。こうして家康は三成を討つべく関ヶ原へと向かいました。上杉景勝を討つことよりも自分の天下取りを優先したのです。景勝も家康の襲撃に備え軍事力も強化し、戦う資金も上がっていたところ、家康撤退のニュースに拍子抜けしたでしょうね。こうして家康が景勝を討つことはなくなり、
会津征伐は中止となりました。それから間もなくして1600年9月15日徳川家康 VS 石田三成による天下分け目の大戦、関ヶ原の戦いの幕開けとなるのです。上杉景勝と最上義明はなぜ対立したのか。そもそも上杉景勝と最上義明はどうして敵対するようになったのでしょうか。上杉景勝、伊達政宗と聞けば謙信の甥、独眼竜政宗など歴史に興味がなくてもそこそこ有名な武将ですよね。しかし最上義明という武将は筆者も詳しくは知りませんでした。最上義明はどんな人物？最上義明は出羽山形藩の初代藩主で伊達政宗の叔父にあたります。庄内地方の制圧を目指していた義明は当時庄内を支配していた大宝寺義興に近づき乗っ取りを企てます。しかしこの不穏な空気に気がついたのか、義興は越後の本庄重長、上杉景勝の家臣の息子本庄義勝を養子に迎えます。これに庄内の国人が反発、義明はこの騒動に介入し義興を自害に追い込みます。こうして義明は庄内の制圧に成功しました。義勝は逃げ落ち、1588年重長と共に庄内奪回のために奮闘。庄内は重長の支配下に置かれ、1590年義勝の領地となりますが、藤島一揆が勃発、義勝は改易され、庄内は景勝の所領となります。景勝は会津庄内など120万石を治めますが、義明は自分の領地を東西から挟まれる形となり、景勝も義明に新領地を遮断され、ますます両者の対立は激しくなる一方でした。このような状況下のもと、景勝と義明は対立するようになるのです。慶長出羽合戦の始まり、上杉景勝が最上義明を攻める。1600年9月8日上杉景勝は直江兼続を大将とし最上攻めを決行します。この時上杉軍3万に対し最上軍は7000ほど、義明は兵を各城に分散させる戦略を取り、居城の山形城は4000人ほどの兵で守っていました。9月12日に上杉軍は畑屋城を包囲、武将江口昭清はわずか500人ほどの兵力で対抗します。結果畑屋城は落城し、昭清も自害、上杉軍も1000人近い死傷者を出しました。そして9月14日直江兼続は長谷道城の攻撃を開始します。わずか1000人ほどの兵で城を守る最上軍の反撃に遭い苦戦します。この時義明は甥の伊達政宗に援軍を要請していました。政宗の母義姫は義明の妹にあたり、最上と伊達は親戚関係にあったのです。ちなみに義明は妹の義姫を溺愛していたと言われていますよね。そして政宗は義明の援軍要請を聞き入れ、留守正影を大将とした3000の兵を派遣します。力攻めで敵を落とそうとする上杉軍に対し、最上軍も少数の兵で応戦しました。長谷道城の周辺は深田のため足を取られやすく、兼続は稲を刈って挑発しますが、敵もそう簡単には引っかかりません。この兼続の刈りた狼藉という行いに、最上軍は焼死という返礼を送ったと伝えられています。つまり兼続は馬鹿にされてしまったという意味ですね。石田三成が敗北、上杉軍も撤退を余儀なくされた。東北の地で上杉 VS 最上がデッドヒートを繰り広げている頃、関ヶ原ではわずか1日で東軍の勝利が決定していました。この知らせを聞いた直江兼続は自害しようとしますが、前田慶次に説得され思いとどまったと言われています。撤退を始めた上杉軍に最上軍は追い打ちをかけ、両軍銃撃戦の中かなりの死者を出しながらも
兼続は無事に帰還。こうして慶長出羽合戦はあっけなく幕を閉じることとなりました。結果的には最上義昭軍の勝利と言われているみたいですが、戦いの様子からして平行線のような気もします。まとめ、東北の関ヶ原と呼ばれた慶長出羽合戦、始まりは上杉景勝と徳川家康の睨み合いから始まり、直江城で家康を挑発、直接家康との戦は免れたものの、上杉景勝は最上義昭に敗北。この戦の敗退で庄内会津を没収され、120万石から米沢30万石と厳しい処分となります。義昭は家康から少ない武勇での働きを称賛され、庄内の領土を手に入れました。そして出羽山形藩は57万石の大半となります。景勝は領地を没収され、財政が苦しくても家臣を誰一人解雇せず面倒を見たといいます。さすがは義の上杉景勝ですね。やることがかっこいいです。義昭も情に厚い男だったそうですよ。この二人実は似た者同士なのかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよかったらチャンネル登録お願いします。こちらの軍配の上にボタンが現れますので、もしよかったら押してみてください。あとこちらの動画ももしよかったら見てみてくださいね。どうぞよろしくお願いいたします。